あこれ結構大失態だと思いますよこのタイミングでこの発言失言は痛い皆さんこんにちははにゃです本日は2024年10月13日ですねでこの動画では玉木雄一郎党首討論会での失言騒動などを中心にお届けしますのでやらかしのリカバリーは大変だよねと思われた方はぜひチャンネル登録高評価をお願いしますまた本日夜9時からライブをしてますのでよければコメント欄固定コメントからどうぞ では今回の目次はこちらです。で、石破総理が誕生して本人の発言とは異なり、予算委員会を経ることなく10月9日解散、10月15日公示、そして10月27日投開票の衆議院選挙が決まりましたね。あですから、まだ公示前ですから、選挙運動をすれば事前運動になりますし、あと公示日以降でも候補者に対するデマに基づく批判や、 発言内容を極快しての批判は公選法違反に該当しますので、まあ、うちの常連さんならそんなアホなことをしないと思いたいところですが、くれぐれもご注意を。ただ、そんな中、玉木氏が10月12日の党首討論会で大失態を。前回動画でお伝えしたように、今回は社民党や賛成党が参加できずに、奈良党首討論会に。 選挙直前ではあるものの、テレビでも放送されるということで各党自分らの主張をアピールしたり、自民党を攻撃することで政権交代をということもあるかもですね。そんな中、玉城氏が尊厳死について触れ、それが炎上します。こちらスポ日10月12日の記事ですね。見出しは。国民民主党玉城一郎代表の発言が物議社会保障費抑制の文脈で尊厳死に言及。本人が改めて説明ですね。うん。 これはあかんで、中を見ると、国民民主党代表の玉木雄一郎氏55歳が12日、自身の X を更新。この日行われた日本記者クラブ主催の討論会での尊厳死の法制化に関する発言について、改めて説明した。玉木氏は冒頭の1分アピールで、若者を潰すな、手取りを増やすと書いたボードを掲げ、今の過度に現役世代に偏った負担のあり方など、若い人、現役世代が潰れてしまう。 税金等保険料が高いので若い人の手取りが増えていかないと問題点を指摘その後の質疑応答では経済についての質問に答える中で社会保障の保険料を下げるためには我々は高齢者医療特に終末期医療の見直しにも踏み込みました尊厳死の法制化も含めて こういったことも含めて医療給付を抑えて若い人の社会保険料給付を抑えることが消費を活性化して次の好循環と賃金上昇を生み出すと思っていますと発言同党が発表した政策パンフレットでは現役世代次世代の負担の適正化に向けた社会保障制度の確立の項目の中で法制度も含めた終末期医療の見直しが記されておりこれに言及した形だ 指揮者からも玉城氏が社会保険料の負担軽減の文脈で尊厳死に言及したことに批判が集まっている。 この批判を受けて玉城氏は同日夜、自身の X に投稿。日本記者クラブで尊厳死の法制化を含めた終末期医療の見直しについて言及したところ、医療費削減のために高齢者の治療を放棄するのかなどのご指摘、ご批判をいただきましたが、尊厳死の法制化は医療費削減のためにやるものではありません。本人の自己決定権の問題なので、重点政策の中でも社会保険料削減の項目ではなく、あえて人づくりの項目に位置づけています。と説明。 今日は1分間の中で全て説明しなくてはならなかったので、雑な説明になったことはお詫びします。短い時間で説明することの難しさを痛感しました。繰り返し申し上げますが、尊厳死は自己決定権の問題として捉えています。と続け、同等の政策資料を添付し、理解を求めたということですね。うん、大失態。 で、これ動画で確認しました。確かに記者が経済について尋ねると、玉木氏が記事にあるように、社会保障の保険料を下げるためには、我々は高齢者医療、特に週末期医療の見直しにも踏み込みましたと言ってますね。これはアウト。このような発想で政策をすれば、若者のために余命がわずかな人は命を差し出せということになりかねない。 いやね、もちろんコストという視点で学者がこの手のことを考えること自体は私は否定する気はないんですよ。シミュレーションですから。そのような学問すら許さないという立場の人もいますが私は考えることだけで批判されるのはよくわからない。また場合によっては若者のために命を差し出せと本気で言う人がいてもいいかもしれない。今の日本ならどう考えても炎上するけどさ。 ただ、記事にもあるように、玉木氏はこの件については、時間がない中での雑な説明として説明をしているわけで、別に命を差し出すと玉木氏は言いたかったわけじゃない、ということになるわけで。ただ、今回の発言は雑でも何でもない。いやね、玉木氏の若者を潰すな手取りを増やすは雑なんですよ。 これ、若者と言っても、本当に若い人という意味じゃなく、現役世代、働いて給料をもらってる人のことを意識してるんですよ。だから、手取りの話を書いてる。しかし、まあ普通、55歳くらいの人を若者とは言わないわな。 これは普段から動画を作るために玉木会見とか聞いてるがゆえに私なんかは違和感なく見てますが言われてみると雑だわ。実際本日すでに現役世代というワードをこの標語に加えてテレビ出演とか玉木氏はしてますから。ただ終末期医療についてはストレートに社会保障の保険料を下げるための終末期医療の見直しと言ってる。これは雑とかじゃないわ。 ただ他方、玉城氏が炎上後に、尊厳死の法制化は医療費削減のためにやるものではありませんと説明しているのは、これは後付けでも何でもないんですよ。こちらは9月20日に行われた国民民主党重点政策2024発表記者会見の切り抜き動画になります。約2分強の動画になりますが、どうぞご覧ください。では、どうぞ。それでは、ただいまから国民民主党2024年重点政策についての 記者発表の場をです、ね、設けていきたいいと思います今日はです、ね、玉木代表から我々の重点政策をです、ね、説明をさせていただいて、皆様と意見交換をさせていただければというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます改めままして皆さんこんこにちはであの、ま、ず、ポスターを置いてますけども、まあ、ここにあるとおり、すね我々の重点政策は一言で言うと、もう手取りを増やすと。 これをです、ね、メインコンセプトで訴えていきたいと思います。次を見てください。じゃあ、どうやって手取りを増やすのか、大きく3つ足しががります。1つは、先ほど申し上げた取り過ぎた税金を適切に還元する減税。で、もう1つはですね、いわゆる我々わずっと主張してきた生活コストに関わるガソリン代、電気代等を下げようと。で、3つ目がですね、今回、特に我々が強調したいのは、現役世代の社会保険料負担を軽減させたいと。 この3つで皆さんの手取りを増やすということをしっかりやっていきたいと思います。以下はですね、我々これまで法案を出したり、取り組んできた、まあ、人の生き方に関わるところ、ここはですね、政策としてもしっかり訴えていきたい。最後に、尊厳死の法制化を含めたですね終末期医療の見直しについても我々取り組みたいと思います。あのこれはですね、結果として医療費の 削減社会保険ただ、その社会保険料負担を減らすために、尊厳死を認めようということではなくて、すね、我々があえてここに書いたのは、これ人の生き方、人生のしまい方、どのようなです、ね、最後家族で親なり、おじいちゃん、おばあちゃんを送るのかという生き方に関わるところでありますので。 まあ、いわゆる ACP といわれるアドバンストケアプランニングという、そういった、えーまあ、家族会議のようなものをですねしっかりと位置づけて、まあ、法制化もし、その人生の最後の向かい方についてのですね見直しを行っていくということも、ここに掲げさせていただきました以上ですね、はい明確に社会保険料負担を減らすために尊厳死を認めようということではないと言ってる。 まあ、その前提として、尊厳死を認めると、結果として、本当に負担削減につながるかは置いておくとして、社会保険料削減と尊厳死が関連した話だとの誤解が生じうるから、わざわざ否定してるんですよね、玉木氏は。だから、この会見時には別に炎上も何もしなかった。むしろ、終末期医療のような扱いにくい問題に踏み込んだ国民民主党、やるやんという声もありましたよ。 それを今回の党首討論会では、ストレートに認める発言をしてしまった。これは痛い。このような発言をしてしまうと、本音が出たんだなって言われかねない。また玉木氏は、重点政策の中でも社会保険料削減の項目ではなく、あえて人づくりの項目に位置づけていますと、客観的事実として、 国民民主党は社会保険料削減と尊厳死をつなげていないという主張をされますが、記事にもあるように、実は国民民主党の政策格論というところを見ると、11、現役世代、次世代の負担の適正化に向けた社会保障制度の確立というところに、13、法制度も含めた終末期医療の見直しと書かれており、少なくてもこれを見ると、負担の適正化と尊厳死をつなげて書いているようにしか見えない。 で、私の勝手な妄想ですが、この話、玉木さんの中でちゃんと煮詰まってない。もしくは、国民民主党の中で煮詰まってないんじゃないかな。多分、最終的には、金の話として、尊厳史を語るのはまずいってのは、玉木氏の頭にはある。と思うし、だからこそ、わざわざ9月20日にはコメントをしてる。ただ、実際に、国民民主党の政策格論では、金と尊厳史を繋げるかのような記述があり、ブレがある。 党内の議論の中でこのような繋なげた主張があったんじゃないかな。その名残が政策過去論であって、それが頭にあった玉木氏が思わず口に出してしまったという気がするな。あくまで妄想だけどね。で、ただね、繰り返しだけど国民民主党としてはそんなことを主張する気がないというのも多分本当なんだよ。 しかし、言っちゃったら、これが拡散される。玉木氏がすでにこの件を説明してはいるものの、問題の部分が切り抜かれた動画が拡散されており、かつて国民民主党の代表選を玉木氏と争った、そして私がちょっと問題視している、立憲の岡山の津村元議員は、玉木氏のように終末期医療の財政負担軽減を主眼としたものではありませんと、13日午前8時1分にコメントしている。玉木氏による説明後なのにってのもありますが、 玉城氏の説明を確認しないといけないわけでもないわけで。で、実は似たようなことが最近あったんですよね。こちら日経新聞10月8日のツイートですが、国民民主党の公約のポイントなるものが拡散されたんですが、そこには、辺野古の埋め立ては一旦停止という言葉が、この言葉が広がり、おいおい、辺野古埋め立てやめるんかい。やっぱり民主党か。と批判されたりしてるんですよね。ただそれに対して玉城氏は反対してるわけではありません。 辺野古が唯一の選択肢であるとの立場は変わりません。中止ではなく停止としているのは、後期と後期を今一度チェックし直した方がいいとの考えです、など説明。また、時事通信のインタビューでも玉木氏は、米軍普天間飛行場の移設先として、辺野古は唯一の選択肢だと言ってる。で、まあそもそもは、この公約が結構前から同じような文言を使ってるけど、多分どっかで意味合いが変わってるのかな そして、まあ政治家の中には中止論者がいるわけですから、批判されやすいところではあるんだよね。だから、停止と書くと荒れるのは予想がつく。玉城氏は、停止と中止は違うとしてますが、そりゃ誤解は生まれるよ。まあその後玉城氏は、停止はしません、公約の記述も変更しますとしてますが、ここでは停止がまた違ってみんなのかな。で、結構誤解して怒ってる人がすでにたくさんいるし、その後の変更を知らずに騒ぐ人もいるんでしょうね。 いやね、もちろん、玉木氏の言ってる停止の意味でも、それは批判する人もいるでしょうが、それはそれでいいんだよ。さっきの終末期医療の話もそうだけど、意図通りに伝わって、それがおかしいと批判されるのは、別に全然いいと思うし、それこそ民主主義。ただ、誤解させるようなことをして、もしくは完全に失言をして誤解させて、それに基づく批判が生じるのは、民主主義にとっては、正しい判断を阻害するので、もったいないんだよね。 いや、誤解させるようなことを言うことを含めて、政治家の能力であると言えばそうなんだけどね。で、当たり前なんだけど、私たち有権者は、主権者として、意思表示をする際に、大事な一票をどこに託すかということで、情報収集することが大事なことは間違いない。しかし、だからといって、時間が無制限にあるわけじゃない。だからこそ、党首討論会とか、ある種のイベントとか、ポイントポイントだけチェックして考えるしかないんだよね。現実論として。 まあだからこそそのような投資討論会に参加できないということがクレームにつながるわけで。ですからその大事なポイントでの失態はなかなか厳しい。いくら訂正したところでその訂正を目にすることなく投票に行く人だっているわけだから。まあマスコミの悪意のある記事、編集、見出しなどによって国民が先導されることは非常に腹立たしいわけですが、このように発信する側がミスをしてしまうこともまたもったいないというか情けないというか。 まあ私としては、このようなミスをいつまでも批判することは、何ら有権者にとって利益はなく、せっかくこの動画を見てる人は話を聞いてあげて、それで判断してあげないと自分にとっても損じゃんとは思うものの、しかしながら私自身は、この話に関しては国民民主党の甘さが出たんじゃないかなという気もするんだけどね。 まあ何にせよ、この件に関しては玉木氏がね、繰り返し、これからずっとね、誤解なんだよってことをね、繰り返す、まあそういうふうな態度をとっていくしかないんだろうなと思いますけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメントなんてお伝えください。またね、ちょっと話出しましたけども、まあ、津村さんって方ね、まあ、この方と私、一瞬もめたことあるんですよ。なんかね、 自分を批判する人たちはみんな寝ておうよなんだみたいなね訳の分からんことを言ってたので、まあ、それはひどいだろうってことを批判した動画をこちら側にまた玉木さんがねフリーホッターに怒られてお前なんか令和新選組未満じゃっていうふうにね罵倒されてしまった件について会見の切り抜きなどを交えながらご紹介した動画をこちら側にまたこれ前回動画になりますけどもこの党首討論会に呼ばれなかった社民党とか参政党の人たちが文句を言ってることについてね まあ、その文句にも一理あるよねってことを私は言ってるんですけども、まあ、その件についてお伝えした動画をこちら側にご用意してますので、ご存じない話がある方はね、ぜひともチェックして,てください。では、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんの高評価ボタンがこの動画のパワー、選挙の結果に影響を与えるかもしれませんから、忘れずにね、チェックして,てください。では、次の動画、本日のライブなのでまたお会いしましょう。バイバイ。